水銀スイッチ、傾きにより切り替えが発生する水銀スイッチとは、水銀を用いたスイッチの一種である。傾いた時に回路の切り替えが発生する傾き検知機能を持ち、点灯防止スイッチ、換心器に利用される、ガラス製の容器の一端の内面に解放された電気接点端子を設け、容器内に少量の水銀が封入されている。 容器が傾くことで重力によって水銀が移動し、端子と水銀が接触した場合に通電状態となる。容器内の水銀の動きを利用し、点灯や傾きを検知する用途に用いられる。水銀が持つ常温において液体であるという性質から、電極によく密着して、接触抵抗が非常に少なく、さらにチャタリングが発生しないという特徴がある。現在、 一般的に使われる点灯スイッチには水銀の代わりに金属球を使うものなどがあるが接触抵抗の面では水銀スイッチが欠出している。このため比較的大きな電力のスイッチングや小型の電池など弱い電源装置を使用する場合に威力を発揮する水銀気圧計や水銀温度計の水銀を胴体として利用した圧力や温度に応じて切り替えが発生する。 水銀スイッチもある。かつては家庭用のガスファンヒーター、石油ヒーターなどの点灯防止スイッチとして幅広く使用されていた。また、その動作原理の単純さ、さらには動作の確実性などから子供向けの電子工作の書籍などでも頻繁に登場しており、金属としては唯一常温で液体であるという水銀の性質と相まって当時の子供の興味を引いていた。 水銀は生物への強い毒性があり、環境に放出された場合には深刻な影響をもたらす。そのため環境への配慮から、1990年代より代替品の水銀デス関心機及び水銀デスチルトスイッチの供給が始まった。2010年代以降は代替品が普及したこともあり、生産を行うメーカーはほとんど存在せず、 一般の電子部品販売店などでの扱いは極めて稀であり、店頭在庫のみの扱いとなっている。日本では2017年の水銀に関する水俣条約の施行に伴い、経済産業大臣より特別に許可された用途を除いて水銀スイッチの製造を及び輸出入が禁止されている。2020年現在、日本では関心装置、石油化学プラントの温度センサー、 屋外用、ガスファンヒーターのチルトセンサーなど特殊な環境での使用のみが許可されているが、これらも2020年末日より製造、輸出入が禁止されるとの通達が経済産業省より出されている。かつて水銀スイッチを使用していた工業製品においても排除の動きが見られる。例えば、アメリカの自動車産業では2002年に水銀を含有するスイッチの使用を中止したほか、 アメリカ環境保護庁は2006年に全国自動車用水銀スイッチ回収プログラムを公表し既存の自動車からの回収をスクラップ業者などに働きかけている水銀という有害物質を含んでいながら民生用機器のパーツとして1990年代まで大量に製造されたため入手は容易であるインターネットオークションに出品されている場合もあり2018年には 加熱式タバコに水銀を仕込んで知人男性に吸わせることによる殺害を目論んで逮捕された男がインターネットオークションから水銀スイッチを購入していたことが判明している。ありがとうございます。